ダーククロニクル実況ペーパード39でございます。第5章、引き続き、モニカ救出のために火山角を目指しますって言っても、もうここね、到着はしました。まあ何もイベントを発生させてないんですけど、どうだったっけかな。うん、墜落した軍艦。うん、渡れないんで何か知恵を借りる必要がありそうだ。ただ時間を渡ることができるんですかねっていう。帰りはどうしたらいいんだろう。まず2階から。先に綴らを回収します。2階の回収はできたので、次は3階。魔女のパフェ、荷物圧迫する。まあ、すぐ復帰してくれると思うけどね。あれ、そういえば、あ、補給しなかった。いった。あと金がね。
あ、だだだ。はいはい。そしたら、果実1個食べて、パイも1個。爆弾売らなきゃな。反乱軍を指揮してグリフォンと戦っていたのだが、不覚にも私自身の起源点を消されてしまっていたようだ。ところでモニカはどうした？ギルトーニの軍艦に乗ってガンドール火山の火口に落ちたんだ。これから助けに行く。そうか、ならばこれを持っていくがいい。アリアホン。ガンドール火山の底は溶岩の川が流れる危険な場所だ。普通の人間では先に進むことも困難となる。炎が君の行く手を阻んだ時、それを使うのだ。それがあれば炎は君のしもべとなる。溶岩の川は君に道を開けるだろう。それが炎を操る伝説の楽器、ファイアーホーンだ。私の王国に伝わる秘宝だ。きっと役に立ってくれるだろう。うん、やってみるよ。ギルトーには我が友レイブラントを通した。レイブラントは勇敢な王であり最強の騎士であった。ギルトーには彼に勝った男だ。決して油断してはならぬぞ。うん、レイブラントモニカのお父さんだね。そうだ。ギルトーニはきっと僕が倒してみせるよ。ああ、君ならやれるさ。アトラミリアに選ばれた君なら幸運を。オッケー。そしたらここでプロペラ、パソコン、では早速行こう。待ってろよ。僕の赤いアトラミリアが青く輝いた。青の輝きは過去へ向かう輝き。モニカのアトラミリアが僕のアトラミリアに力を貸しているのだろうか。じゃないとね、帰れねえもんな。
よし。じゃあ行こうか。ワイヤーフォン。溶岩が分かれる。まるで意志を持っているかのようにでパシャリと。やはり来たか。モニカ！人の心配をしている暇はないぞ。お前たちの旅はここで終わるのだ。さあ地獄へ落ちるがいい、青臭いガキどもよ。言う通り。무슨 나? 그랬다. 여유 잡는다. 그랬다. 락쇼 쓰기로 돼. 僕はお前たちが許せない。許せないだと？私が許せないか？なぜだ？お前たちが母さんを追い詰めている。お前を倒さないと母さんが危険なんだ。母か。母を守るために戦うか。青臭いな。だが私もかつてはそうだった。うん、私にも人並みに母親はいたのだ。モニカ！お前もそんなに私が憎いか。そうだな。私はお前の父の敵だったな。同じだよ。私もお前たちも。何がよ。あんたなんかと一緒にしないで。私も母を守りたかった。お前たちと同じ。私は青き血の民である父と人間の母との間に生まれた忌まわしき子なのだ。人間たちは私を魔族の子と呼んだ。それでも私たち三人は小さな村で幸せに暮らしていた。しかし私がまだ幼い頃、父は病に倒れた。母は必死に看病していたが、苦労も虚しく父は
帰らぬ人となってしまった。父が言った後、村の者たちは私と母を魔族と罵り、村から追い出した。あいつらは父の力を恐れて、それまで友好的なふりをしていたのだ。母は罵られる私を必死でかばっていたな。それから私たちは転々と旅をした。旅は決して楽なものではなかった。母は私に食べ物を与えるために盗みを働いたりもしていた。長い旅の疲れ、人間たちの責め。そんなものが母の体を病にした。お別れね、ギルトーニ。母さん、何言ってるんだ。お別れなんて嫌だよ。よく聞いて、ギルトーニ。絶対に人を恨んではダメ。憎しみからは何も生まれないから。あなたはこれから一人になる。その寂しさに負けないで、この旅を。そしてあなた自身が一生をかけて守りたいと思うもの、それを探して、それを探して生きるのです。それを見つけるまで、その時が来るまで、決して旅をやめてはいけません。見つけるの？母さん、わからないよ。僕にはわからないよ。あなたならきっと見つけられる、ギルトーニ。母さん、母さん、目を開けて。母さん、母さん。私の旅はいつ終わってしまったのか。母の言いつけは何一つ守れていない。私を動かすのは憎しみ。私には守るべきものなどなかった。ギルトーニ、お前たちにはあるのだな、守るべきものが。全てをかけて守りたいと思うものが。では続けるがいい。お前たちのその旅を。そしてその旅の行方、この私にも見せてくれないか。私も見つけたくなった。私自身の旅の結末。じゃあな。許さない。裏切りは。君は僕の仲間なんだ。君がそいつらを殺してくれないと困るんだ。この声はまさかグリフォン。
モンスターギルトーニ。まず写真、あら、ライトポット。よいしょ。レーザーアーム。ダメージ効率いいんだか悪いんだか。今回中ボスといい、ボスといい、モニカに活躍場面がねえな。これまでこいつがやってきた行いはね、許されるもんじゃないけれども。お母さん、ただいま。ごめん、母さん。僕、母さんが言ってたの。ギルトになりにね、戦う理由があったわけでね。変な奴らに会ったんだよ。こいつらがさ、変わった奴らでさ。二人とも生意気なんだけど、なんか憎めないんだよな。うんうん、あなたを見つけたのよ、ギルトーニ。あなたはちゃんと見つけた。おかえり、ギルトーニ。私、グリフォン、許せない。モニカ、で未来に変化がありましたと。まあモニカが帰ってきましたね。何も持ってねえ。なんか持たせよう。うん。そしたら。とりあえず今回はここまでにしておきましょう。はい。ま、この後ね、まあ、完成度も 100% になって、まあ、未来でね、何かしら変化が起きているということで、なんかパズノスが完成したっていうのがありましたけどもね。それまた次回見ていきましょう。あ、もう間もなく、いよいよ戦いはね、グリフォン戦になろうかなといったところでしょうか。はい。では、ダーククロニクル実況ペパート39、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てな。